松山市駅に停車中のモハ205伊予鉄道100、軽電車は、かつて、伊予鉄道に在籍していた、通勤軽電車の一系列である。高浜線が電化された1931年に、日本車両でモハ100、軽101から104、モハ波2200、軽201から206の、軽重量が製造された。モハ100型は、 窓配置 D2D8D2D の前面3枚窓、非貫通系の両運転台、片開きに、扉車、モハニー200型はそれに、荷物室を設けた窓配置 DD1D8D2D で、いずれも、全長16.2メートルである。ウィンドウシルヘッダーは、帯付きのものを使用している。パンダグラフ、主制魚器。 制動品などの電気品は三菱電機のものが採用されている。これ以降、伊予鉄道の車両には三菱電機の電気品が使用されていることが多い。1945年に203が空襲で被災し、1950年に日立製作所で区波400型と同型の車体を申請して復旧された。そのため、203は3扉となっている。 軍中線が電化された1950年に、帝国車両で、造備車の区ハ 400K401 から406の6両が、モハ300型と共に製造された。全長こそモハ 100K、モハに200型と同じ16.2メートルとなったが、窓配置、DD5D5DD DD の悲観通軽量運転台、片開きさん、扉車で、ウィンドウシルヘッダーは平板のものとなった。 台車は、日立製作所 KBT-1 である。なお、この台車は、東京地下鉄道線系電車に装着されていた。日本車両製造製 D-18 を、台車乾燥により日立製作所が引き取ったものを、狂気化し、伊予鉄道に納入したものある。1952年に区派406が伝送化され、もは105に、 1961年にはクハ405も同様に改造され、モハ106となった。なお、106の伝送家にはモハ303モハ304の主電動機を2個ずつ流用している。1952年、伝送されたクハ406の代替及び増備用として、何は後期でクハ406クハ407が製造された。何は後期手持ちの大枠に車体を乗せ、 国鉄からの払い下げ TR11 台車を装着して登場した。そのためこの2両は全長が16.8メートルと0.6メートル長くなり窓配置 D1D6D6D1 D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  の片運転台となっている。1961年の区波405の伝送化改造により区波407が区波405に改版された。 1958年から1963年の間にも、ハニ200型はこの時までに、荷物室が客室化され、モは200型となっている。また10 5. 5、105.405406を除く3形式16両に、対視編運転台化が実施され、末尾の番号を揃えた、モは100系、クハ400系、モは200系の3両、編成6本に蘇生された。ただし、 連結解放便のためにもは100系の運転台がなくなった側の全消灯だけは残された。なお、105は両運転台のまま非パンタグラフ側が貫通化されている。また106も1967年に再度両運転台化されている。このためこの2両はパンタグラフ側が原型の非貫通系。 ヒパンタグラフ側が改造された貫通型の全面となっている。さよなら、運転中の103号編成1977年に小町車両工場の火災により202が廃車となり、その代替としても刃212が使用されたが、8 0 0系の増備により1984年から1985年の間に104編成を除いて廃車となった。 104編成は予備車となった後、700K の増備により1987年に廃車された。廃車後101が小松車両工場に保管されていたが、2004年4月ごろ解体された。104編成以外の編成の公式な除籍日は以下の通り。なお、1985年に廃車された106は、銚子電気鉄道に譲渡され。 同社で派 800K801 となった。その後も、長らく同社線にて運用されてきたが、老朽化により、伊予鉄道から譲り受けする2000型に代替されることとなり、2010年9月23日にさよなら、運転を実施して駅運用を離脱した。現在は、外川駅構内の引上げ線に、生態保存されており、日中は車内を見学することができる。 火災で消失した、モハ202の下回りと伊豆箱根鉄道から譲り受けした同社区派27の車体を組み合わせ、1977年1月に登場した。区派27は、元南部鉄道区派253の買収国電区派6011を1963年の廃車により、同社が譲り受けし、1965年に、 自社心臓を名義で竣工させたものである。悲観通計、片開き三扉、窓配置 D1D4D4D2 の典型的な、関東型17メートル車である。導入後、自社小町工場において、窓枠のアルミサッシか、戸袋のエッジゴム化が行われた。上述の通り、モハ202の代替として102編成に組み込まれ、102、編成廃車時に一緒に廃車された。 長子電気鉄道デハ800系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。